ここにあるこの箱はマニュアル式のブックスキャナーです。方式は割と古典的な方式で、 V 字型に配置された2枚のガラス板、それから下には本を上向きに広げておく台があります。ガラス面をこの本に押し当てて、左右、この部分にカメラがあるんですが、左右に置いてある2台のカメラでそれぞれの本の紙面を撮影するというものです。光源になるライトはこの位置に2つ配置されています。光源は LED のバーライトです。この上下に動くこの部分は、プラテンボックスと言いますけども、重さがあるので後ろスライドレールで支えていますが、こちらにちょうど重さを打ち消すようなカウンターウェイトがあって、この天秤のような棒でつながっています。一番上で安定して、一番下でも安定するような設計になっています。この機械では2台の iPhone を使います。iPhone6S から解像度が12ミリオンピクセルになったので、A4 サイズの紙面を撮影するには十分な解像度になりました。このカメラをこんな感じで左右に配置します。2台のカメラを設置した様子です。それぞれのカメラで紙面を撮影します。iPhone はイヤホンジャックの音量調節のボタンを使ってリモートコントロールでシャッターを切ることができるので、その機能を使って小さなコントローラーからシャッターを切っています。今一番下の点につきました。この状態でトリガースイッチを押すと2回左右の紙面を撮影します。上に来てページをめくり、再び下に下げてシャッターボタンを押します。これの繰り返しになります。実際に撮影に使うカメラのアプリケーションですが、オートフォーカスで、焦点や、明るさを調整するのに時間がかかるので、このスキャナーボックスでは、マニュアル操作ができるアプリケーションを走らせて写真を撮っています。この部分は本を上向きに広げておくためのブッククレードルになります。本の厚さがいろいろあるので、ブッククレードルの幅を調整できるようになっています。この角度は上のガラス、 V 字型のガラスと同じ角度を110度に設定されています。本の開いている部分がページを送っていくとだんだん左右にずれてくるので、それを補正するために台全体がこのように左右に動くようになっています。この V 字型ガラスの頂点に一致するようにします。紙面のページめくりですが、指にマスキングテープを裏向きに粘着面が表に出るように巻きつけて、これでページを軽く触ってやるとピックアップすることができるので、粘着テープを使うとスムースにページをめくることができます。粘着テープには粘着度によって何種類も種類がありますが、紙に合ったマスキングテープを指に巻くととてもスムースにページをめくることができます。
それではスキャンしてみます。電源を入れると光源とそれからシャッタースイッチ、ここにあるのがシャッタースイッチですけども、これをコントロールする簡単なコントローラーが中にあります。